はい、それではですね、カホンとは何かというと、南米発祥の打楽器です。でこういう形に箱型をしていて、打面が前についています。で叩くときにはこの上に座って叩くというような形になっています。で、僕らの教室でもすごい人気で、いろんな方が、お子さんと一緒にだったり、もしくは、バンドの方がご自身の、オリジナルのカホンを作りたいということで、作りに来られているというような形で何回も今まで、経験がありました。どういう構造になっているかというと、この穴の中にスナッピーというものが入っています。今ちょっと見えないんですけれども、ここの打面の部分にドラムの後ろに、よく貼ってある、金属ですね、スナッピーというものが貼ってあって、それでその叩くと音のメリハリがつくというような形になっています。上部を叩くとこのちょっと金属音がするのが、これがスナッピーですね。で、まあ、この真ん中を叩くとベース音ですね、ドラムのキックというんですけれども、重低音が鳴ると。で上を叩くとハイハット音だったり、スネアというような形の、高い高音が出るというような形になっています。で比較的簡単に作れますので、ぜひ皆さんも一回トライしてみてください。はい、それではですね、材料の説明をしていきます。本体の方は、僕らの方でいろんな材料が一応選べる形になっているんですけれども、これに関しては、ファルカタという霧の一種の、材料を使っています。響きがまろやかになって重低音が、よく響くということで、この材料を選んでます。で持ち運びにも、軽いといういいところがあるんですけれども、ただ、ちょっと傷がつきやすいというのが難点ですね。ではですね、ここに関してなんですけれども、私どもの方で強度を出すためにこういうふうに段書きというんですけれども、こういう形で接合されてます。木と木がそのまま接着されるよりも、接着面積が増えた方がより頑丈にくっついてくれるので、こういう家具と同じ作り方をして私どもの方で加工しています。それともう一つ、ここに面が取ってあります。これが手が当たったり座ったりした時に痛くないように僕らの方で面取りという作業をしています。で、これをサンドペーパーでご自身でやっていただいてもいいんですけれども、ただそれが結構時間がかかる作業ですので、もしお好みでもっと大きい面を取りたいと、そういう方はご自身の方でサンドペーパーで大きく面を広げてください。前板の説明になります。前板はいろんな材料の中から選んでいただけるんですけれども、今回はこの材料で説明していきます。で僕らの方で、ビスの穴が、もう開けてあります。で、まあ、これご自身で開けていただいてもいいんですけれども、このしっかりビスの頭が埋まるということが大事になります。はい、次に裏板の説明ですね。裏板が一応2枚あります。これは選んでいただけるように一応2枚で、入れておきました。一つは僕らの方ですでにおすすめの位置に穴を開けておいたもので、もう一つは、何もないものという形で2つに分かれています。どちらでもお好みの方をご利用ください。で、1つはまあこういうふうに丸でもいいんですけれども、僕らの教室でよく需要があるのが星型だったりハートマークだったりをご自身で切り抜きたいというような方には、一応こういうふうにまっさらのものですね、一応このビスの穴だけは開けてあります。こういうものを付属させていただきました。もしどちらかがいらなければ、それは作業の時の台という形で下に敷いて作業すると作業がしやすいと思います。ではボンドをつけていきます。いらなくなった歯ブラシなどにこうボンドをつけて、それを薄くてもいいのでまんべんなく伸ばしていってください。でこの時にはみ出ても全然問題ありません。はみ出たボンドは後で拭き取ります。では次に、側板の方にボンドをつけていきます。ボンドは一応この両面ですね、オス側とメス側に塗ってやるというのが大事なところです。はい、それではボンドが、塗られたらこれを組み立てていきましょう。まずこういうふうに側板もしくは天板、短い方を置いてそこに差し込んでいきます。差し込むときに向きに注意です。この向きですね。はい、では同じく込んでいきます。
てここの部分がピタッと揃うようにしてください。揃わない場合は金槌などで叩いて微調整をしてあげてください。若干座面から3ミリ4ミリ後ろに下げて置いてあげてください。置く位置は任意です。だいたい真ん中に置きます。もうつけたらすぐに固まってしまいますので、位置決めを慎重に行ってください。少し座面から下げた位置に置いて、上から押さえたままぐーっと押さえて10秒ほど待ってあげます。そうすると、これでもうくっつきましたね。では、こちら側には丸の穴が開いています。汚い面と綺麗な面がありますので、綺麗な面が外側に来るようにしてあげてください。それではですね、丸い穴じゃなくてご自身で穴を開けたいという場合に、こういうふうにプリントアウトしたものがあるといいと思います。実際に鉛筆で、図を描いていただいても構いません。ではですね、穴が少ない方が上になります。ここに注意ですね。ここ、この1点だけを調整したら、その鳴る音っていうのを変えられるので、こちら側が上になります。ではインパクトドライバー、このプラスのビットでも一応穴を開けることはできます。はい、それではですね、こういう内側、外側から切り込んでいくときには普通のノコギリでいけるんですけれども、内側だけに穴を開けたいというときには、こういう引き回しノコギリ、もしくは糸ノコなどを使ってください。こういう形で刃の奥行きが狭いものになってます。はい、では改めて段差がないことを確認して、前板を留め付けていきます。この時にもこっちが下側になりますので、こういう向きになります。ビスの数が少ない方が上になるようにしてあげてください。手回しで締める時のコツは、全力の力で上から加えて、ぐっと上から押さえつけながら回してあげてください。はい、丸い穴が上方向に寄っている方が、バランスのいい音が出ます。それではですね、この角を仕上げていきます。やっぱりここ角が立っていると手が当たった時に痛いので、柔らかくなるようにこういう形でサンドペーパーを使って仕上げていってあげてください。
この表面は、また木とは違う材料がついていますので、ここにはできるだけかけないようにしてあげてください。サンドペーパーは木目に沿ってかけるのが一つのポイントになります。横にかけてしまうと木の繊維と直交して傷がついてしまいますので、それが塗装した時に目立ちます。では今度塗装に行きます。これが、オスモというですね、ドイツの、よく家具にも使うオイルですね。天然由来のものです。これを適量ウエスにとって、これで磨き込んでいきます。そうすると木本来の色が出てきます。できるだけ薄く伸ばしてこういう風に塗っていきます。はい、で使い終わったウエスなんですけれども、これオスモは自然発火の可能性がありますので、必ず水につけて捨ててください。もしくは使い終わった手袋にちょっと濡らしたものをこうくるんで入れて、それを捨ててやるというような形になります。ではですね、足を最後留めつけておしまいになります。こういうふうに左右均等の距離に置くときには、こういう差し金を使ってあげると便利です。当てたところにそのままこの足の外周を当てまして、そこにビスで留めつけていきます。はい、ということでカファンの完成です。こういう形でですね、組み上がりました。で後ろもこういう形で、丸い穴が開いて、でここから音が出てくるという形で、この上に座って叩く形になります。オスモ乾くまでにだいたい1日かかります。で、余ったオスモがあれば、また2度塗りをしてあげれば、より頑丈な塗装になります。はい、ということで、ぜひ皆さんも作ってみて、実際に家で叩いて、楽しんでみてください。